じゃあ記念塔の近くまで行ってみましょう。あ、ちょっと待って、この床これオリジナルでしょ絶対。これ待って、全体がこれでしょ、全体がこんな感じじゃん、全体がこんな感じでしょ。でさ、こういうさ砂利の道あんじゃない、こういうのってこうやって削れちゃったりすんじゃん。 こうやって削れたもの、削れた分はどうするの。これそれ結構ね気になるんですよ。こういうだからその取れちゃったものはそのままなのかな。じゃあたまに砂利持ってきてこうやってこうはめ込んでんのかな俺みたいな人がこうやって接着剤で戻してんの、こうやってこうやって戻してる、アロンアルファかなんか。うん、謎だね。うん、だからどこまでオリジナルなのかね。あれオリジナルださ、昔のさデザインってああいうこうカーブとか結構あるんだよね、カーブ。最近のデザインは割とこうなんか直角直角直角って感じだけど、そうそう60年代とかってさあのカーブなんだよ。この感じね、この感じ、この感じ、この感じ、これオリジナルでしょ絶対。でなんかこう自分より年上のさね、まあそれ何でもいいんだけど、それまあ雑誌でもレコードでも物でも何でもいいんだけど、こういう石でもさ、こう自分よりもさ自分が生まれる前からここにいるんだなと思うとさ熱いよね、熱いよ。そう、はい、というわけでこれが、完成塔。ちょっと近くまで行ってみる、記念塔とか完成塔とか行ったりするんだけど。でこの白もさあれと一緒でさ塗ってるよね多分、思わない？これも多分オリジナルカラーはコンクリートじゃないの、なんかそんな気がして なりません。でもあの分かる、ま、真ん中時計のあるさこのタイル部分、あれはオリジナルでしょ絶対。なんかちょっと紺でさ、昭和の建物でさあの紺のタイル使ってる家いっぱいあるよね。でここで何が可愛いかっていうと、カモがいることなのよ。カモちゃんたちがさ、ディズニーランドもそうだけどさ、気のいい場所にはカモちゃんたちがね集まるんですよ。あ、ディズニーランドといえばよ、このなんとこの記念塔の高さが50メートルなんだって。でシンデレラ城は51メートルってことはよ、ってことはこれ意外とこれまあまあ大きいよ、大きいけど、でもほらシンデレラ城はほらこういわゆるもっとでっかく見えるように上に行くほど小さくなってんだよね。そうそう、だからこうもっとまあでっかく見えるかな。そうだね、まあでもこれも結構でかいよね。まあまあだからほぼほんなほぼ同じ大きさっていう、まあそういう 豆知識でした。これは裏なんだけど、ああなってんだよね。絶対この噴水のさこの配置とかさ、この何この感じ、これも絶対あれでしょ最初からだよね。でこのさ台はどういうことなんだろう、向こうに渡るため、渡るにしてはそこに結構あの距離あるよね。あ、本当だ、あ行ってみよう行ってみよう行ってみよう。まあこれはつまりあそこに渡るための通路なんだろうけど、不思議なのはこっからそこまでがさ遠すぎるよね、落っこっちゃうよねこれ。あと2個欲しいよね。でさっきのあの上に上がってたあのほらあの工事の おじさんたちはどうやってあそこまで行ったの、絶対こっから行ってるでしょ、なんかピョーンって謎だな、どうやって渡るんだろうこれ、超謎だよ。この床もオリジナルでしょこれ絶対。この砂利はさどっから来たの、この55年間で剥がれに剥がれたあそこの砂利をこっちに持ってきたってことない、本当にそんなことしないかな。だってこれさデザイン的に絶対変でしょ、だってこれおかしいもんね、謎だね。ちなみにこの記念塔とこの体育館デザインしたのは芦原義信氏ですね。芦原さんはあの銀座のソニービルもあのデザインした人で、あの一番上のあの感じとかはその感じでね出てるよね。これもやっぱ今改めて見るとなんかすごいこう近未来的な感じがしてたけど、でもやっぱりなんかすごく日本的なんか日本の昔のこう五重の塔的なさ、すごくこう日本的だよね。ね、でこれなんてさもろなんていうの
鉄兜みたいだもんね。このデザイン鉄兜っていうか、なんかこう鉄兜にも見えるし、エイにも見える、エイマンタとかさ、そういう。でこれさ55年前じゃないにしては、このやっぱあれかっこいいよね。ガラスなんだよ、ああいうところが。いや、デザインはこうだったと思うけど、ガラスそのものは絶対変えてるよね。どうだろうね。でこの入り口は絶対違くない？これどう見てもこの質感だけはオリジナルに思えないよね。だってもう感じが違うもん、本体と。どうだろうな。ほらこの上の感じとかさ、これは新しいって絶対。このほら床もさ、オリジナルじゃないこれ絶対ね。だってここと質感違うもん、明らかに。ここまではオリジナルだよ絶対。ねえねえ、このさ体育館の色味は多分オリジナルだと思う。だからこのコンクリートの感じがおそらく記念塔もあっちの競技場も多分この質感だったんだよ全部ね。コンクリートの打ちっぱなしの感じで、あと当時の面影を残す、もうめっちゃなんか、あめっちゃこれ 60s だよなっていう。今は多分これ機能してないと思うけど、これ何、これさもう入れないんだよ。入れないの。これが何なんだか知ってる人はぜひコメントください。知ってる人ぜひコメントちょうだい。あ、見て、なんだ、あ、こっからそっちの体育館に繋がってんじゃないだよね。で、しかもこれ実は対になってんの。あの、これと同じものが体育館の向こう側にもあって、だから俺がこれだとすると、体育館だとすると、この渦がこことここにあるんですよ。こことここにもう巻いてんの、渦がね。で、こっからこう中に入ってったんだね。で、まあでも俺がやっぱり言いたいのは、このやっぱりこのデザインこの感じってすごい 60s でしょ。で俺がこれで想像するのは、新宿のロータリーっつうのは、そこ新宿のさ西口のあのさ、下から上に上がるところのさ、あんじゃん、こんななんかこの筒みたいなやつ、ダクトみたいな、土管みたいな、わかんない、何あれ、怖いよね、あれ怖いよ、これも怖いね、怖い。なんかさ、でっかいなんかそのさ、石の塊が自分の生まれる前からそこにドンってある。しかもなんかなんだかわかんないじゃん、あれは。誰はほら自分より小さいでしょ。だからあんま怖くないけど、やっぱあの新宿のさ、あの西口のあの筒、あ、何あれ、怖いよね。あ、これがその対の部分ね。こっちはほら落書きされてないじゃん。これが謎の渦巻きのもう片っぽの方ね。そこのさ体育館の下にあの資料館があって、そこに確かこの辺の当時の写真があったかもしれない。行ってみよう。え、こういう風に外にこう、あ、これ外だったんですね。うわ、いろんなことが分かった。あ、つまりこのガラスは後付けなんですね。このガラス後付けなんだ。よかった、聞いておいて。メモリアルギャラリーの受付のおばちゃんに聞いたら、もうすげえいろんなことが分かった。もうね、まずね、あのね、このガラス、これはね、全然オリジナルじゃなかったです。これね、当時ないの。だから武道館みたいな感じ、もっと武道館の側面を想像してもらえれば分かりやすいかな。そう、こういう、だからこれにこういう屋根に対して、今さらにガラスの屋根がこうなってるけど、ここの部分は全部なくて、でもうこれもだから全部ない。この辺も全部ないです。この周りにいろんな国旗が立ってた。これもここ旗がザーッと立ってて、入り口も全然こんなんじゃないの。入り口こんなんじゃなくて、もっとね、どっちかっていうと、それもコンクリートで、このデザイン、この記念塔のこのなんていうの、この柱的なデザインっていうのかな。そうそう、全然こんなんじゃないんだよ。で、もっとこの辺が整備されてて、なんだか綺麗だったね。
なんかなんつうの、芝生とさ、芝生と全然違うわ。こんなんじゃないよ。花壇あるでしょ、花壇かで、あそこの池のあの草ぼうぼうの、あれなんだろうと思ったけど、あれ実はこの花壇がそのまんま池の中にも続いてんの。水の中にも続いてますよっていう、こうポン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 っていうことだったんですね。で、当時の写真見るとやっぱこの床はもうオリジナルだね。この床オリジナル。うん。ここは要はその当時は水道が来てなかったのかな。だからあそこの塔の一番上が貯水タンクだったんだって。あそこの上、あの見て、あの上、あれ上のあの塔のあの出っ張ってる部分が貯水タンクで、あそこからここの施設のいろんななんつうの、その競技場とかに水を送ってたんだって。あそこからだよね。熱い話だね。だったんだって。やっぱここね、地下がある。地下があって、ここの塔にはどうやらね、地下から入ってるみたいね。だからあのさっき言ったな、あのおじさんたちも地下どっかに入り口があって、そっから行ってるんだって。どこにあるんだろうね。あのあとこの今さ、あれポン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 ってあんじゃん、あのあれ何、踏み台、これ当時の写真見たら分かっちゃった。もう2つあった、あそこにポンポンって。だから当時はそっから普通にパイポン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 と渡れたわけですね。でも多分昔はそっからポン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 ってね、あの夜ね、そこ渡って多分こっちに登っちゃうやつがいっぱいいたんだと思う。多分だから、あれを外すことで行けなくなったと、多分そういうことだと思いますよ。分かっちゃったことがあったね。このブルーのタイルね、このはい、ここの階段からこのブルーのタイルね、これ全部ね、これオリジナルじゃないです。これオリジナルじゃない。当時はもっとなんていうの、あの白っぽいっていうか、割とコンクリートっぽい色だったね。割と白い感じ、全体的に白い感じですね。そうで、デザインこれよく見たらこれの形なんだね。いやー結構違う。だからこれオリジナルじゃないよ、これこの青いタイル。はい、和田小中研究シーズン3の一発目は駒沢オリンピック公園にやってきました。で、まあそうですね、この陸上競技場とこの体育館と、そしてあの正面の記念塔のね、まあオリジナル具合をまあちょっと調べてみたんですけども、割とそこの資料館のね、おばさんの、証言によりいろんなことが分かったんですけど、まあ結構だからこの辺をやっぱあれももうね、2回3回塗り替えてるみたいね。だからまあ形はオリジナルで、これも形はオリジナルだけど、まあ塗り替えてるでしょやっぱ。でこの体育館に関しては結構違ってたってことだよね。ね、だからあのガラスも全部本当はないし、そうそう当時はね、もうそうあの辺全部ないなかったよ。これ周りも結構違うよな。うん、あとさ、まあ、そうだね。だから結局これに関してはオリジナル、もう完璧。この地面はオリジナル。うん、まあね、楽しかったです。こんな感じで次はどこ行こうかな。次は、うん、いくつかね、その昭和なビルや、うん、建物、ちょっとここ行きたいなっていうところいくつかあるので、楽しみにしててください。はい、というわけで皆さん、もしこの動画気に入っていただけたら、いいねボタンとか、チャンネル登録とかよろしくお願いします。あとコメントもください。ということでまた次回お会いしましょう。